ちを見て喋ったんですか。週末の夕暮れ時、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日は2月5日金曜日、サロンドヴィーナス、メインパーソナリティのみやびです。最近お仕事でその道のプロという方にたくさんお会いすることがあります。プロフェッショナルな方たち、そうですね、共通して言えることはそのことが大好きっていうことなんですよね。目を輝かせてそのことをお話しされる時の表情って子供みたいにワクワクしていらっしゃいます。さらに自分の個性を大切にしていらっしゃるなというふうに思います。個性を生かすってことなのかなと日々学んでいます。ガブリエル・シャネルの言葉に、私の愛する人々は私の意欲に決して水を差したりしない人だった。私も大好きな言葉です。その道のプロはきっとその人の持つ個性を大切にされてきたのだと思います。決して愛する人たちによって潰されることなく、もちろん自分自身でも自分を認めて、そして相手も認められて、相手からも認められて来られたのでしょう。どうしたら自分を認められるのか、個性を大切にしていけたらいいなと思います。本日はそんなことも考えながら番組を進めてまいりたいと思います。改めまして皆様ご機嫌いかがでしょうか。さあ本日のゲストのご紹介です。有限会社アプローズウェディング OFE リトルメリーチャーチウォーターフロント道島、結婚式をしたくなかった人が結婚式をしたくなるような結婚式場経営、そして個性心理学ひまわり支局支局長岡本恵美さんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか。はい。どうですか。楽しみです。ワクワクしてます。はい。今日じゃじゃまた、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。ですね、早速シャネルの言葉のコーナーに行こうと思います。ですね、シャネルはどんな人になりたいかっていうことをね、ある
雑誌のインタビューで確か聞かれたんだと思うんですが、その時にかけがえのない人間でありたいというふうに答えたんですね、うん、で私自身ですね、やっぱりそのかけがえのないって大切なことだと思うんですね、うん、自分を大切にする個性もかけがえのないことだと思うんですが、うんうん、私の個性って何だろうって思うと、まあ皆さんなんかちょっとね、うん、想像つく人もいるかもしれないんですが私はどんな人になりたいのかとか、どんな人でありたいかって聞かれると、可愛げのある女性でありたいと答えるんです、うん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 、エミさん納得してます、うん、全然はい、うん、っていうのがまあ私の、うん、あのかけがえのない自分の、まあ、個性でもあるかなっていうふうに思うんですが、うん、ちなみにエミさんは、はい、シャネルの言葉、好きな言葉ありますか？はい、私は、はい、天分は持って生まれるもの、はい、才能は引き出すものっていうのが大好きです、はい、なるほど、はい、それはまたどういったところからですか？まさにね、この天分っていうのが、はい、その私が今やっている個性心理学っていうもので、うん、こう全部わかるんですよ、はいはい、なので宮城さんの、はい、それもわかります、天分はい、全部わかります。見抜かれちゃう、見抜かれております。すごいですね、はい、うん、全部見抜いてます。最初はすごくなんかね、可愛らしい雰囲気で、うんうん、目をクリクリっとさせて、でもうちょっとね、こう上目遣いにえみさんっていう感じで来られたんで、なんて可愛い人なんだろうって。なのでさっきのシャネルの言葉の中のように、可愛げある人になりたいっていうぴったりなんですよ、うん、そうなんです。なんですが、うん、個性を知るとですね、実は裏側にはすごく強い意志を持ったものがあって、そうですよね、そう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 、うん、それは僕も賛成してるわ、ね、賛成でしょ、ですよね、うん、ですよね、だから表ではね、すごく柔らかく、なんか、うん、人間だけど、もう私、心が強く、私何にもできませんっていうような感じだったんですよ、最初は。だけど、うん、もう深く付き合えば付き合うほど、うん、私一人でできますし、私ちゃんとできますし、うん、みたいな感じ、うん、最初の印象はみたいな、うん、いやでも私の本質 の、うん、あのイラストがあるじゃないですか、はいはい、でもそれはね、こういう感じですよ。そうなんですよ、うん、あの子だけが、うん、私そうそう、虎が本質なんですけど、はい、虎のあの子だけが目がハートで、うん、こうやってやってるんですよ。だからまだ虎の中でも柔らかい可愛げがあるなんですよね。だからあの可愛げある女性になりたいっていう言葉が出てくるのもすごくね、もうその天文この個性心理学から見たそれですごいわかります。だから個性通りというか宿命通りっていう、さっきなんかジャザもね、うん、ちょっと聞いてたと思うんですが、はい、そのジャザの天文っていうのは、はい、もうそうなんですよ。初めて今日お会いしたんですけど、うん、その合間にちょっと見させていただいてたら、うん、ライオンさんでした。ライオン、はい、もうぴったりだもんね。百獣の王でもう自分の魂に響いたものをもう惜しみなくとことん人に伝えたいっていうタイプの人。伝えてるね。そう、なんか絶対自分のものだけにせずに、うん、もうそんなとこまで言っちゃっていいんですかっていうぐらい人のために、うん、そうだよね、そう、そう、言える言えるでしょ、でしょ、うん、でその話をしてたら、実はライオン大好きなんですよって、うん、そう、うん、びっくりして、ね、なんかこの前の誕生日のお写真のブローチね、ブローチもライオンなのね。見せていただいてびっくりして、さらにラッキーカラーっていうのがあって、それぞれ、うん、それがゴールドなんですよ、うん、まさにゴールドのライオンだったので もう素晴らしい、生まれた天文、僕もびっくりした、ねえ、うん、だってジャジャのあのレゲエ DJ のトレードマークもライオンですもん、はい、そうそう、うん、すごい、うん、ね、ロゴね、うん、ロゴロゴ、うん、はい、すごい、そう、すごいです、ね、覚えてました、ね、だって大好きだったのはそこにあったんだけど、今ないんだけど、すごい、そう、すごい好きで、うん、もう本当まさしく個性通りっていう、でもそのそうやって聞いて、そうそう、その通りって言ってね、くださる人ってなかなか意外と少なくって、うん、あ、少ない、そうです、でもじゃあその通りですって、本当その通りですっていう方って、うん、もうちゃんと親御さんにそういう風に個性を伸ばしたまんま、うん、天分のまんま、あの育てられたっていう方なので、な、ね、親御さんに感謝なんですよ。そう、そのまんま育ててくれてありがとうって、大体はやっぱりこうじゃないと、ああじゃないと、それは常識じゃないからって言って、うんうん、ってことは、うん、そのまあ天分をこう持って生まれて、それを才能を引き出すっていう、うんうん、っていうことは、はい、かなり子育てにも影響してますよね。すごいあります、うん、
だからその才能を引き出すものっていう言葉もね、うん、ちゃんと天分につながっていて、うん、才能ってちゃんとその持って生まれた天分を生かされてこそ才能が出るんですよ、うん、だからそれが生かされてなかったら、うん、せっかく持ってる才能も全部潰されてしまう、うん、っていうことは その道のプロっていう、うん、さっきねお話しさせていただいた方は、うん、もうワクワクしてそういうことをお話しされるっていうことだから、そうそうそう、天分をそのまま引き出されて生きているっていう、だから才能も開花するんですよね。うわすごいね。なので天分がいかに大事かっていうのがすごくこれでわかるんですね、うん、あなるほど、うん、でそのシャネルの言葉の中にそれがあったので、うん、そうそうこれこれって思って一番大好きな、うん、そうなんですか、言葉です。すごいね。じゃあその引き出すっていうねことで、その子育てっていうことからまあ関わってくるんですけど、はい、私なんか以前ねあのエミさんからお聞きした話の中に、はいはい、その人はみんな王様と王女様で生まれてきて、でその途中に魔女に会う。そうですそうです。魔女って誰だと思います？じゃあじゃあ魔女で魔女誰だろう。誰でしょう。私じゃない私じゃないって思うんですけど、ね、実はそうなってるかもしれないんですよ。魔女になってるかもしれない。でもみんな会うんですか？会います。必ず必ず必ず会います。必ず会う人って誰？必ず会います。ということはもう兄弟の中とか、うん、ね、親戚兄弟、ね、兄弟私一人っ子だもんだからじゃあ話が終わりやじゃあ親や親正解です。おお正解です。だから最初はもう必ず人っていうのは王様と王女様で生まれるのに、うん、途中で魔女に会うっていうのが、魔女っていうのがお母さんなんですよ。あそう、だからせっかくその、 あのシャネルさんの言葉による天分を持って生まれてきているのにもかかわらず、うんうん、その天分を魔女になってしまったら全部潰されてしまう。お母さんが魔女だったら消してしまって潰してしまう、うん、魔法をかけて、うん、もう汚いボロボロの服にしてっていう感じに。ママ好きやけど、うん、怖い怖い話ですね、うん、ということはお母さんがもう自分を支えてくれるか、そうもうブロックしてくれるか。そうです、どちらかなんですよね。だからそういうブロックしちゃう魔女にならないようなお母さんをやっぱり作りたいと思って、うん、そうだよね、うん、そうなんです。そのお母さんは自分が魔女になるんだよという分かるんですか？分かってないです。魔女なのか魔女じゃなかったかって。だから私も自分の娘2人いるんですけど、子育てを振り返った時に、うん、やっぱり魔女になってる時あるんですよ。私はこう思うからあなたもこうでしょとか、なんでそんなところにいちいち気になるのって、私は気にならないのにとかね。それって結局は魔女になってるんですよ。そういう自分の考えを押し付けるっていう、そうそうそう、押し付けにしちゃっているので、それがあるんだよね。なんかもう小さい時にね、うん、あの子様が可愛くてなんかもう、うん、まあ言った通りに従うんだけども、だんだん大きくなると、うん、喧嘩がね増えてくるんじゃない、うん、そこからもうね、そうです、はい、ね反発別れて、うん、でもう喧嘩、もうお母さんが魔女になりやすい時期だよね、うん、そうですね、うん、まあうまいことね会話とか取って友達になっていくのもあるし、うんうんうん、でもそこからそういう微妙なところがあるんですよね。そうだよね、うん、だからお母さんはしつけだと思って、うん、でよくしつけってほら、うん、体身を美しくって書いてしつけって言いますけど、うんうんうん、しつけだと思って多分一生懸命されてるんでしょうね、うん、そうしつけだと思っているんですけど、実は押しつけになってるんです、うん、うまい座布団1枚、うん、いいねだからしつけしつけって言ってるけど、ね、もうほぼ押しつけしてる親御さんがいるし、ね、しつけね、うん、まあ意志とか気が強い親はそうなるんじゃない、うんうん、なんかもうこうじゃないと、うん、こう下がないと、うん、こういう自分が言った通りにしないとダメだよっていう、そうです、意志の強い親が、それがね、分かんないんですよ。だってこれを知らないから、うん、もう普通に育児書通りにして、うん、育児書通りに育たない、育児書通りに言葉しゃべらないとかね、うん、なると、うん、うちの子はちょっとおかしいってなったりとかするんですけど、うん、育児書はあくまでも一般的な統計なんですよね、うん、でもその子その子によって育ち方とか、うん、そのね成長の度合いっていうのは違うので、うん、それをやっぱりその個性で、うん、全部見てあげるっていう、あーすごいです ね、 そ、 うね、それがわかるんですよ。でもお母さんがねマジになるとかね、そうなんです、すごいびっくりだよね。本来はね、うん、一番にあのそばにいて一番時間長くいるお母さんが、うん、一番やっぱりその子の味方になってもらわないといけないんですよ。そうだよね、そう、その子の個性を引き出す味方にならないといけないのに、うん、僕は聞いたんだけどね、まあ男もそうだけども、うん、お母さんがだんだんなんかのそういう対立してしまうっていうか、
し羨ましとかジェラシーが湧いてくるのね。うんね、娘が大きくなりていくと、はいはいはい、教祖心が出てしまったり、ジェラシーになってしまったり、そこからもうそういう変な気持ちが湧いてくるという場合もある。そうですよね。海外ではあるって聞いたことあるんですよ。そうですよね。で親子がもね、なんか二人が喧嘩、もう他人みたいに喧嘩したり。そうですよね。だよく一般的にね、つのつく年に、うん、が一番大事なんですって。1つ、うん、2つ3つ4つ5つ6つ、うん、7つ8つ9つまで、とうん、からはつがつかないじゃないですか、うんうん、なので9つまでのつのつくとあの年っていうのが一番親の影響を受けやすいんですって、うん、だからその間に例えば親がもう目の前で子供の前で夫婦喧嘩してるとかね、うん、で帰ってきたお父さんが帰ってきた、疲れた、もうしんどかったって言って、うん、もう上司の悪口言ったりとか愚痴言ったりする、うん、お母さんがお父さんの愚痴悪口言ったりする、うん、そうするともうそれが当たり前と思っちゃうんですって。うん、うんうん、からもう仕事は楽しくないものなんだとか、うんうん、であの結婚なんて喧嘩が絶えないもんなんだっていうものがついちゃうので、うん、そういう時こそ本当に大事。それはね、大事だね。潜在意識に入ってしまうんだね。そうですそうです。で自分を知らず、うん、知らない間に自分の個性の一部になってしまう、ね。うんうんうん、なるほど ね、 ね。コメントにもね、魔女になることありますよねとかって。そうなんですか、うん、入ってますね。くださってるんです、はい、くださってますね。ありがとうございます。魔女、こんなことを偉そうに言ってますけど、振り返るとやっぱ魔女にいっぱいなってたんです。うん、うん、本当に魔女になってたので、もう今更ながら娘にごめんねって言ってます。まあいいママだ。あの時はごめんねって。そうなんだ。そう、娘が一人になりたいあの子なんですよ。なのに私がもうあの家族は団らんするものが当たり前と思ってるので、なんで一人になるのって、家族は一緒にいるものでしょうみたいな感じで無理やり押し付けしてたりとか、うん、もう魔女でした。魔女でした。そう、本当に魔女でした。だからこそこういう思いをしないためにも、あのたくさんの人に届けていきたいなと思って。うん、さっきからその個性個性ってね、はい、あの言って、まあ初めて今日ね聞かれる方もいらっしゃると思うんですよね。そうですよね。何喋ってるか分からないんですよ。で、きっと何がライオンで何が何のこと何のことみたいな、そのえ、虎って何って、うん、あの、はい、あると思うんですが、はい、個性心理学ってことをね、はい、今日お話ししていただいてるんですが、はい、個性心理学とは簡単に簡単に何でしょうか。はい、まあ、話せば長いんですけど、まあ、簡単にいくと簡単にいくと、あの中国の四柱推命をもとに、はいはい、四柱推命とあと宿陽教をベースに、はい、あの人間の個性をですね、はい、動物で例えたっていうことなんですよ。動物で、うん、あの四柱推命って結構皆さんご存知だと思うんですけど、宮部さんもご存知ですか。はい、あの漢字だらけじゃないですか。もう分かりません、うん、もう漢字だらけで、あれを本当にちゃんと学ぼうと思ったら 5,6 年かかるらしいんですよ。でしかも人ってね、数字が羅列されてたりとか漢字が羅列されてたりとかすると、学ぼうと思ってもあ、もう無理ってなってしまうんですよ。呪文のようだもんね。でもとってもそれってすごい大事なんですけど、それを私の師匠である方が、もうもっとこれを簡単に分かりやすく、小学生でも分かりやすいように、何かに例えられないかなって考えられたんですよ。でその何かをずっといろいろ考えていた時に、あれ、人って毎日の日常生活ね、されている中で、あ、人ってそういう会社の名前とかで覚えてなくって、動物で覚えてるやんっていうことに気づいたんですよ。例えば朝起きたら歯磨きます、歯磨き粉見たら、後ろ見たらライオン氏ですよね。ライオンですよね。でそして朝お茶を入れますってな、タイガージャーポットでしょ、今ティファールですけど、象はそれは象印タイガーでしょ、はい、そう。でそしてお外に出たら黒猫ヤマトが走ってる、うん、そう、はい、引っ越し屋さんが走っね、ゾウさんマーク、アリさんマーク、ハト、のマーク、ハトのマークでしょ、アリさんマークの引っ越し者の本当に正式名称なんか皆さんご存知ないじゃないですか。アリさんマークの引っ越し者株式会社引っ越し者って言うんですよ。ありがいない。そうそう。なるほどね。そうなんですよね。で、自分のマンション、まあよく見たらライオンズマンションとかね。ライオンズマンションとかね。で、あの会社に行ったらパソコン開けて、一番最初に、ま、あの持つのがマウス。これマウス。マウスでしょ。全部動物の名前で皆さん覚えてるんですよ。で動物の名前だったら覚えやすいんですよね。でそこでしょ、あの師匠は、動物に例えたらみんな、あの学んでくれるんじゃないかっていうことで、動物
に例えただけなんですよ、うん、でそのどうじゃあ動物もいっぱいいますもんね、うん、もう動物図鑑だけでもいっぱいいますし、うん、でそしてあの動物とか植物ってちゃんと図鑑があって、うん、全部分類されてるじゃないですか、うん、でも人間だけ人間図鑑ってないんですよ人間図鑑なくないですか怖いもんね人間図鑑っていうのがなくって、うん、なんでなんだろうっていうので、うん、世界初の人間図鑑であるとも言われているんですよ、うん、それがその動物でキャラクターに分けられている。でその動物も、うん、どういう風に選んだらいいかって言ってもう全国の動物園を回られたらしいんですよ。でそしてもう朝開園時からもう閉園時まで、うん、ずっと一つの檻の前で、うん、ずっと観察して、うん、全てのその四柱推命の意味合いとかに当てはまる動物をチョイスしていった。ちなみに天王寺動物園ですか？いえあのね天王寺動物園今ゾウさんいないってご存知ですか？ゾウ、まあ、がいないんですよ。だからゾウがいる動物園、ゾウがいない動物園、うん、で黒ヒョウがいる動物園、コアラがいる動物園、いない動物園っていろいろあるじゃないですか。うんうん、なので全国回られたっていうお話を聞きました。そう。で、その中で全部選ばれしのが12の動物なんですよ。12の動物がキャラクターになったということですね。ちなみに12の動物、はい、ライオンはジャさん。うん、私はトラさん、うん、私はタヌキさん。ここに3匹ですね。3匹いるんですよ。あとその9個の動物も全部、うん、あの動物園で人気者の動物ばっかりにしたんですって、うん、だってこれってその人の目の前の人を良くするためのイメージ心理学なんですよね、うんうん、なのに例えばあなたはワニですよとか言われたり、うん、あなたはカバですとか言われたら嫌じゃないですか。カバの性格どうなんとかって。カバはちょっと ねワニはまだね。そう、まあ一番ワニも嫌、ね、ワニも嫌でしょねえ、まあ、ワニは許そう。だから動物園で人気の動物ばっかりにしたっていう。でその動物が、まあ、ここにね、ライオンとトラと、うん、タヌキ全部肉食です。そうです。ここタヌキって肉食なの？タヌキも肉食なんですよ。知らんかった。そう、タヌキ肉食なんです。実は実はね、だからここ肉食ばっかり集まってるんですか、ね、じゃあダメダメ、その時だけ小鹿になったらダメです。そう肉、うん、食べますよ。そういうことなんですよ。だから分かりやすく、じゃあそのキャラクター12種類を、うん、はい、あの皆さんなんか動物占いとかでね、はい、ご自身が ね、あの私ペガサスですとか、うん、私コジカちゃんですとかね、うん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 、皆さんおっしゃられるんで、はい、多分自分のキャラクターねご存知の方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうんうん、特徴をじゃあ、はい、狼からはい、うん、そう、素晴らしいですね。素晴らしい。そうです、うん、狼から始まるんで。狼から狼結構、うん、なんで狼から始まるんですか？ね、12の動物がこれ全部人間の一生を表してるんですよ、うん、で誕生から、そしてもうお墓に入って、うん、で天国に旅立って宇宙に帰るまで、うん、宇宙のキャラクターわかる気がする、ね、そうなんですよね。それが全部表していて、その狼がお母さんのお腹の中の胎児なんですよ、うん、はい、お母さんのお腹の中にいるっていうイメージなんです、うん、なのでおぎゃーって生まれた後もお母さんのお腹の中に一人でいるっていうイメージのキャラクターが狼なんですよ。そこから一匹狼とか言う。そうです。あ、そっか。だからはぐれ狼とか、そう、それが全部出てる。だから一人でいる時間が必要なのが狼ってことです。そう、例えば芸能界でいくと、うん、中島みゆきさんってご存知ですよね、はい、その方も狼なんです。だからデビュー曲「狼になりたい」っていう曲を書かれてる。ね、ちょっとわかんないね。実は本来、うん、そういう、 名前が残る方とか、うん、そういう方っていうのは実は自分の個性通りに生きてるし、何かヒット曲とかでも、うん、その自分の個性を生かした音楽にしたりとかすると大ヒットする、うん、ドラマでもそうなんですよ、ドラマの脚本でもその使う方の、うん、女優さん俳優さんのキャラクターとぴったり一致したらすごくいくし、うん、そういうことなんですよ。じゃあ、うん、次狼だから次は何、はい、次は狼の後お母さんのお腹の中にいて、そこからなので次赤ちゃんですよ、ね、赤ちゃんですね、誕生なんですよ、はい、なので、うん、赤ちゃんが小鹿さんなんですよ。小鹿さんは可愛いイメージですね。そう、可愛いイメージ、ね、うん、で実は、まあ、もっと深く話するともう1時間以上かかっちゃうんで言えないですけど、うん、宮城さんは初対面は小鹿が入ってるんですよ
なのでさっきのイコールになりますよね。でしょ？入っとる入っとる。そう、小鹿ちゃんが何の話？赤ちゃんすごい丸くね。赤ちゃんなのでずっと泣いてるっていうイメージですから、常に目がうるうるしてるからこうクリクリっとしてもう目に涙を溜めて、でママを泣きりすぎて、ママを見る目、ママを見るような目でこう見るんですよ最初は。だから。うん、小鹿さんだと思ったんですけど、うんうん、実は中身はあの虎の皮、虎が中にいて小鹿をかぶってたっていう、うん、怖すぎる。でもそれだけすごくしっかりしてはるんですよ、うんうん、そうそうそう、うん、でも小鹿も持ってるってことですね。そう、持ってるっていうことです。両方あるからね、うん、いいんですよ、バランスすごくバランス、うん、だからその赤ちゃんなのでママを頼ったりとか人を頼っていく方がうまくいくっていう、うん、なるほどね、そう、本質通り生きてる、通り生きてるでしょ。本当にね、うんうん、個性通り生きてはるんですよね。頼るときは頼る、でも自分一人やれるときはやるっていう、うん、でお母さんとあのお母さんを大事にしないといけない。わかりました、ママありがとうなんですね。でどんなに偉くなっても、うん、やっぱりいろんな人たちにも下から行く方がうまくいきますよっていう、こじかちゃんの方、はい、そうだそうですよ、こじかちゃんはそういう感じなんですね、はい、じゃあ、うん、今生まれたんで、生まれたんで次が、小学生です、はいはい、それがお猿さん、猿っぽいよね、でしょ。お猿さんはもうずっと猿山でずっと動き回ってるし、すごくなんか楽しいことじゃないと好きじゃないしとか、そういうイメージなんでしょうね。なので小学生なのでお菓子も大好きですから、あのお猿さんの方は餌付けをするといいって言われる。なるほどね。そう、じゃがりことか、そう、お菓子持ってるよ、お菓子食べる、アメちゃん食べるっていう感じで、なんか軽いような感じがするわね。まあハッピーでね、うん、ハッピーっていうね、そう、常にも考えずに、そう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 、楽しく行きましょうっていう、そういう感じ、お猿さんだよね、その通りなんですよ、うん、なのでお猿さんは正しい道よりも楽しい道を選んだ方がうまくいきますよ。楽しいこと、お猿さん楽しいこと、楽しいこと、前っていう性格だよね。そうね、そうなんです。で、褒められたいがために頑張るので、どんどんお猿さんのお子さんには褒めてあげてほしいんですよ。褒めましょう。うん、褒めて褒めて、うん、褒めて褒めて育てましょう。そうです、そうです。お猿さんはね、で、少々調子乗ったりとかしたことがあっても、うん、そこをこう咎めないっていう、一生懸命その場の空気を盛り上げようとして頑張ってるんですよ。頑張ってるんですよ。例えばよくあの親戚の方とかでも来たら、うん、やったらもう元気になって、うんうん、ハイになってもうなんかちょっかいかけたりするじゃないですか、うんうん、それって堅苦しい雰囲気が嫌いなので、自分から自らその楽しい雰囲気にしようって頑張ってるので、もうあなたがいたら本当もう場の空気が明るくなるよねって、楽しいよねって、あなたが一緒にいると楽しいわって言ってあげるとすごく喜ばれる。使命達成したみたいな。お猿さんは楽しいことをね、うん、選んでお菓子で餌付けをして褒めましょう。褒めましょう。簡単に言うとね。次、猿の次は、はい、今度高校生。はい、うん、はい、チータ。チータ。あ、チータ。チータ。早いね。はい、走るのが早そう。走るの早いでしょ、うん。で、常に獲物を追っかけるけど、ね、でも100メートルまでは走るんですけど、うん、もうそれ以上は無理なんですよ。だから一生懸命瞬発力はすごいんです。だからバッと走って獲物に、うん、あの捕まえに行くんですけど、うん、その獲物が逃げちゃったらもう諦めも早い。諦めも早いし、じゃあ長距離戦は向かないってこと？そう、なので短距離系ですね。短距離でもチーターなんで動物の中で一番足が速い動物なので、陸上系行く人多いです。あ、なるほど。足も長くてスラッとしてますし、で高校生なので、高校生の時思い出してください。もうイケイケどんどんやったでしょ、うん、イケイケどんどん。だからイケイケっていう感じで、で常になんか異性に興味があったじゃないですか。なんかもう、こういうね、彼氏ができるって言ったら怖いよね。だから、そうだよね、あの前で走ってたもんね、うん、ね、恋愛をしておく方が一番キラキラ輝くんです、ね、うん、ああ、じゃあチーターの人は、うん、あの恋愛を楽しんでください。恋をしておく方が、恋をしている時の方がずっと輝く、そうね、あの別に芸能人でも今ね恋してるんだからね。で女性は足首を出すファッション、足首を出すファッション、うん、男性もあの男性は足首を見ます、女性の。ああ、なるほど、うん、足フェチ、うん、そうそうそう、足首をね見たりします。でもそういう男性もねいらっしゃるんだよね、うんうんうん、なるほどね、うん、じゃあ高校生まで来ました、はい、きましたら今度大学生、うん、大学生、はい、大学生は黒ひょうさんです。黒ひょうさん、はい、大学生、二十、うん、歳の大学生、ね、うん、なんかかっこいいね。かっこいいでしょ。なのでかっこよくスマートにっていう生き方なんですよ。ですから女の子でも可愛いって褒めるよりかっこいいって褒めてあげると喜びます。
いません、そういう方。私の周りにいますね。いますよね。はい、うん、だから黒ひょうさんにはかっこいいって言ってあげると喜ぶ。うん、まあ、黒ひょうって真っ黒なんですよね。でもよく近くから見たらまだら模様になってるんですよ。そのまだら模様を真っ黒で隠すっていう感じだから、なのであんまり中身は見られたくない。外からなるほどね。でもその中身っていうのは誰に見せるかって言ったら心許してる人の前だけなんですよ。なのでその心許してる人の前だけで見せる中身を外に公表されるのが一番嫌がるので気をつけないといけないですね。なるほど。なので人前で叱られたりとかそういうのもダメなので、ぜひ黒ひょうさんのお子さんとか、部下の方にはああいう会議中に怒ったりとか家族がみんないる前でとか友達いる前で怒ったりとかするのは絶対 NG なんです。もうずっと根に持ちますね。根に持つあん時あんなところであんなところで怒らなければよかったのにって思われちゃうので、ね、でもおしゃれな方多いですね。おしゃれです。すごくおしゃれ。あのスマートですね。そうです。スティーブ・ジョブズさんが代表的な方。もうテレビに出るときは黒のね、タートルネックですし、でスマートフォンってこれは携帯つけましたもんね。そうですよね。スマートフォン。そうなんです。もうまさしく個性通り。はい、天分通り。なので才能も引き出されてるっていうことです。はい、今なんかコメントでお猿さんの方なのかな。チョコ持ち歩くこと再開しました。はい、あ。すごい個性通り、個性通り、お猿さんチョコ持って歩くといいそうですよ。あの大人になればなるほどね、お菓子ばっかり食べてたらお菓子そんな子供じゃないしとか言われたりすると、あ大人だからお菓子持ったらダメなんだわって思うのがこれ、個性消されてるわけなんですよ。いいんです。もうアメちゃん食べたいときアメちゃん食べてください。お猿さんお菓子OK です。じゃあ黒ひょうさん行きましたんで、はい、行きました。大学生でここまでは学生さんチームなんです。学生さんチーム若いと今から社会人に入ります。でライオンさんなんです。おはい、ジャジャさん。あ、私ね、はい、ライオン。ライオンで、エリートビジネスマンなんです。精神年齢でいくと。かっこいい。そう、ね、かっこいいんです。もう何をしてもできるっていう人。すごいね。うん、そう。そうね、それは言えるでしょ。言ってる。だから仕事を何をやってもらっても全部やっぱりできるタイプなんですよ。一番バリバリ仕事をしているっていう。ああすごいね。でもそんな感じがする。活力もあるし。そうだなとか、ね、そういうタイプなんですよね。で今その小学生とかいろいろエリートビジネスマンって言ってるんですけど、これが精神年齢なんですね。だからどんなに大人になってもこの精神年齢はつきまとうっていうことなんですよ。なので例えばあのこう婚活とかでもかあのセミナーさせてもらうんですけど、どんな人が好きですかって言ったら大人っぽい人が好きですっておっしゃるんですよね。じゃあ大人っぽい人イコール年齢がぐんと上の人って思うんですけど、年齢が上でもキャラクターその個性によって、小鹿ちゃんやったら、そう、え、大人やと思ってたのに子供っぽいってなるじゃないですか。そういうことか。だからそのっぽいっていうのが今言ったものなんですよ。そう、なのでジャジャさんは多分ちっちゃい頃からもう何をさせてもできるタイプだったので、ちょっとね大人びた感じの子だったと思います。そうなの。うん、でもまあそれはね、お父さんが何でもチャレンジしてほしいっていう。ですよね。要するに失敗を恐れずにチャレンジしてみて、失敗という言葉は存在しないと、失敗しても学ぶことがあると。すごい。そう、そういうはもうそういうコンセプトでもう何でもチャレンジして。そうですよね。なんか失敗したらその学んだ知恵で違う方向で生かすことができるから。そうですよね。だから前に進めるという、ね。そうですよね。さっきもちょっとあの休憩の時にお話してたんですけど、なんかお父さんのあの心理学の本とかをもう結構幼い頃から。結構あった。すごいね。うん、結構って本棚にね、僕は最初した時に興味なかったで、でもだんだん高校生になった時に、このね。この列はどんな本かなとか一回取って心理学の本だったりでいろいろ読んだりして、あ面白いなと思って、であの引き寄せの法則とか、潜在意識の力とか、そうですよね、それいろいろ書いたらすごい面白かった。そんなを読んではったっていうから、やっぱりそのライオンさんのエリートビジネスマン、常に前向き前向きに、でそれを知ってわこれいいやんって思うから友達に貸して帰ってこなくて怒られた。一回ね、学校持って行ったんですよ、その本ね。で、子供一緒になんかよく遊んでる子供たちが、彼もすごく、あ、面白い本だよ、んで貸してあげたよね。なかなか貸してこなかったよね。で、お父さんがバレて、めっちゃ怒られた。ねえ、まさしく本当、個性通りなんですよ。ね、
じゃあずっとできます。ライオンでエリートビジネスマンですよね。でバリバリ仕事して稼いで、その次が社長さんの虎なんですよ。私、社長です、はい、社長です。だからきっと小さい頃からベビーカー乗る時も多分こういう感じで乗ってる。超偉そう。ちっちゃい頃の写真一回めくってみてください。こうなって座ってるかもしれない。こう肘かけて。本当、いや私こんな感じだったかな。で社長さんなので、社長さんっていきなりもう全てのことを即断即決しないじゃないですか、うん、だから何か決めるときはもう全体を見てしっかりと考えて、うん、なので周りから見ると判断遅いって思われるかもしれないんですよ、うん、でもそれは実はちゃんと全体のバランスを見て、うん、ゴーしていいかどうかっていうのをしっかりと見てはる人なんです。うーん、すごいすごい慎重タイプ。そう、うん、でもその代わり言ったことは絶対実現する有言実行が、うん、有言実行。それはね、宮部さんは絶対ね、なんか言うこととを何らかの方法で実践して、そうやるって決めたらできないっていう壁があっても絶対何かの回避をしてこうできる。そうだよね、もう解決方法絶対見つかろう。そうです、強い意志、ね、なので尊敬するし、すごいついていこうって思うんですよ、うん、ありがとうございます。そうだよね、でもそうなんですよ、うん、ね、宮部さんと知り合ってもう1年ちょっとぐらいですよね。でも何回もなんか番組の時に来てもらったりして、はい、他の、ね、方もいらっしゃるし、でも宮部さんのなんかみんなが諦めるところに、うん、こういうふうここまで聞いてたらこうやったらとか絶対アイデア出すんだよね。そうですよね、アイデア出す癖があるよね。そう、そうこうやったらこうしたら絶対解決方法を探してんだよね。そうそうそう、だから本当個性通り、うんうん、社長でもね、社長って呼んであげ、うん、社長ですとか。はい、という、うん、そうですね。でその社長さんから今度、はい、その第一声を退くたぬきさんなんですよ、うん、おお、たぬき、あの会長なんです、うん、会長、社長、エリートとエリート、ここでもうビジネスできるね。で一番そこの列が、あ、全部揃ってるんだ、あ、すごい、すごい、ね、すごい、うん、そうなんですね。たぬきさんの会長なので、うん、ちょっとこう第一線を退いた、うん、あのちょっとなんでしょうね、ほほんみたいな感じなんですよ、うん、だからちょっとあのダジャレを言ってみて、その場の空気を和ませてみたりとか、うんうん、で会長室には骨董品とかが多いから、うん、なので古き良き時代のものを、うん、あの置く好きだとか、うん、でたぬきは置物があるじゃないです、うん、なので、うん、置物っていうの、置物で和風、和、あの和服が好きだったりとか、うん、そういう日本の古き良き時代の、でタヌキは日本の動物なので日本のものをこうど、あの伝統をつなげていくっていう、うん、そういうのにつながるっていう。あ、なるほどね、はい、なんか僕あの日本に来た時に、今でもなんかあの不思議なのはなんかよくまあレストランとか、うん、居酒屋の前でなんかタヌキの、はい、置いてます、ね、そうですよね。それはねタヌキなので他を抜くっていう意味なんですよ。他のお店を抜く、あ、なるほど、タヌキなので居酒屋さんとかそういうあの商売してるところにはタヌキの置物を置くと商売繁盛っていう、うんうん、商売繁盛、そういう意味だよね。そのお金の精霊がついてるんですってタヌキには。あ、なるほど、ね、だからこう商売繁盛でお金のこうなんて言うんでしょう、やりくりが で、うん、できやすくなるっていう、まあ、一つ一つ全部あのタヌキの傘はどういう意味なのかとか、目のグリッとしてるのは何でなのかとか、勘定帳何で持ってるのかとか、とっくり持ってるのかとか、全部意味があるんですけど、ちょっとお時間なくなってしまう、それで1時間ぐらいタヌキの物語話せますよね。そうなんです、そうなんです、あ、そっかそっか、そうなんです、そういう商売繁盛なので、あの信楽のタヌキあるじゃないですか、あそこそんな売れてるわけじゃないのにずっと持つじゃないですか、ずっと伝統あるじゃないですか、あれはやっぱりタヌキのおかげなのかな。そうなんだ、うん、お金の精霊ついてるって、ついてるんです。だからなんか、うん、ピンチと思っても、うん、なんか急に入ってきたりとかするっていうのをすごい繰り返してます、あ、でもだからほらよく会社の形式でいくと、うん、社長が会長にこう相談したり、うん、なんか大事な重要な時に、うんうん、こう何あの意見を仰いだりとかってするでしょ、うん、私実際自分がすごい転換することがあったんですよ、うん、去年ですね、去年あったんですけど、その時エミさんのとこ行きましたもんね。ですよね、そうなの、そうなの、意見を仰ぎに、急にね、そんなにな密着して会ってたわけじゃないんですけど、急にご連絡いただいて、そう相談しなきゃみたいな、そう会長にね、そうで、どうなった、でもいいよいいよみたいな、そうでやろうやろうみたいな、そうでそれで起
聞きして、うん、あこのままこう行ったらいいなっていうこう、うん、いろいろアドバイス受けて進んで、うん、今に進んでもいたってそんな関係ですもんね、はい、そうなんですよ、うん、はい。で今タヌキまで行ってでこっから今度いよいよお迎えが来る準備に入ってきますごめんなさいねお迎えお迎えあのそのお迎えが来る準備って言っても別に悪いわけではなくてそうそうそうもちろんねコアラなんです、うん、次があコアラ、はい、言ってたりしてそう精神年齢が寝たきり老人なんですよちょっとすごいけどでもその寝たきり老人で聞くとえってなるんですけど、ね、そうじゃなくて実はもうおぎゃーって生まれた瞬間から、うん、幼少期からもう学生時代からそして社会人全部乗り越えている人なので、うん、すっごくあの、ね、落ち着きのある方っていうかう大人な考え方ができるっていう人なんですよ、子供でも大人そう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 、だからその精神年齢でいくと小原さんはもうゆったりゆったりしている状態なのでもうすごくのんびりしている感じですしでも小原って木の上にいてなんかご飯とかおトイレの時だけ降りてくるんですよ、それぐらいこういあの半日ちょっと皆さんとずれてるっていう感じなのでなので多分朝早くから結構あの何かやるっていうのはすごくしんどいので午後からがすごいテンション上がるっていうタイプ。ああ、コアラさんとお会いするときは午後から、うん、そう、うん、なのでよく朝とかお母さんにあの起こされても、うん、すごいなかなか起きないお子さんとかね、でもそういう時こそお母さんが早くしなさい友達が迎えに来るでしょ遅れるでしょ、うん、って言うと余計に起きれなくなるんですよ、うん、なのでそう、うん、自分の中でももうあのもしコアラのお子さんいらっしゃったらゆっくりゆっくりそろそろ、うんご飯の時間だよ、まあ、マイペースがあるんだよね、うん、そろそろででもコアラさんはすごいんです絶対にね帳尻合わせてくるんですよ遅いな遅いなってお母さん思っていてもちゃんと友達が迎えに来るまでにはちゃんと準備できてるっていうすごい子なんですよそうですか、うん、ということはもう時間の、ね、使い方は上手っていうのかな、うん、そうですちゃんと分かってはるんですよねでそのぼーっとする時間に自分でちゃんと考えて行動できる子なので、うんうんなのでお子様をこう早くしなさいとかって言って押さえつけない方がいい、うんうん、そろそろユーカリの時間ですよそうそうそうそんな感じそんな感じそうで、うん、あのアロマオイルのユーカリの、うん、あの香りとかね、うん、ぴったりです、うん、この前なんかね名前ゆかりさんっていう人もいたんですよコアラさんそうであとお風呂毎日入ってください南の島のあったかいところにいる動物さんなので、うん、毎日お風呂は必ず入る方が運気が上がるんですね、うん、コアラさん毎日温かいお風呂にシャワーだけじゃなくてね、そう、うん、お風呂に入って、うん、ぼーっとする時間を必ず作ってほしいです。いいね。ああ、ぼーっとしててもいいんだコアラって思ってればね。いいんです。さっき言うの忘れましたけど、オオカミは一人の時間を絶対作ってほしいです。ああ、一人の時間、ね。お母さんの中の中に一人でいるので、うん、なので早いうちからあの子供部屋を与えてあげるとかね、一人で。それが親の愛情を感じるので。なるほど。うん、で、ね、小鹿ちゃんはもうハグです。もうハグが。小鹿ちゃんはハグ。そう大好きだよって言ってあげてくださいね。愛情の書き方がみんな違うんですよね。なるほどですね。うん、さあ寝たきりまで来ましたね。はい、では寝たきりの次は次何かというとゾウさんなんですけど。ゾウさん、ね、はい。既得状態っていう感じなんですよ。それだけ聞いたらちょっと怖いですけど。そうそう怖いんですけど、はい、既得状態は絶対悪いわけではなくって、うん、明日がないっていうぐらいストイックに頑張るっていう人なんです。ああそういう意味合いですね。そう一生懸命っていう。そう既得状態なのでもう明日死ぬかもしれない。だから今日中にストイックに頑張るっていう、うん、なので徹夜とかも平気で、うん、ちょっとお仕事も頑張りすぎちゃうタイプがあるんですね、うん、なので、ね、頑張りすぎないように、うん、でただね頑張ってるか頑張ってないかが分かんないんです、うん、ゾウさんは、うん、なのでぜひゾウさんの方は特に目の白目をあの重点的に見てほしいんです、うん、白目が赤く充血してたりとかまぶたがピクピクしたりとか、うん、目に関して何かもの、何かあると、うん、あのちょっと一日ゆっくりしてほしいのでゾウ、ね、さんは、はい、ゾウさんのお子さんとか旦那さんとかあの目の白目を見てあげてください、うん、白目です、うんはい、はい、それが大事。次が、今度お墓の中に入ってるっていう状態で、うん、羊さんです。羊さんはい、お墓の中に入ってるそれはどういう意味でしょうか。悲しいところでもそのお墓の中に入ってるってこともすべてのことを全うしているっていう人なので、うん、もう仏さんなんですよね、うん、あじゃあすごい人ってこと。すごい人ね。すごい人なので、うん、もうあのおぎゃって生まれた瞬間から私利私欲がない人というのが条件で生まれてくるんですよ。ちなみにちょっと羊で有名な人っていますか、うん、羊で有名な人え誰やったかな急に分かんないな。羊さんでね、羊で有名な人誰でしょうね。誰が一番有名な人いっぱいいると思うんですけど、うんうん、
分かったらコメントください。いっぱいいます、いっぱいいるんですけどパッと出てこないですね。羊さんはもう本当にあの神様、あのご先祖全員に守られている人なので、うん、九死に一生を得る人が多くって、うん、なのであの大きな事故しても無傷の人とか、飛行機落ちても一人だけ助かるとか、そういう人もたまにいますよね。そういう人がやっぱり全員ね亡くなってるのに一人だけ来てる、ね、仏さん調べたら羊だったみたいな、うん、そうそうそう。なのであのお墓参りが絶対大事です。あ、お墓参り、はい、羊さん、はい、お墓参りしてください。でもねこの羊さんってねパワースポットに行きたがるんですけど、うん、もうパワースポットじゃなくてお墓参りがパワースポットですので、ね、ぜひ行ってみてください、うん、はい。あ、で向井千秋さん羊みたいな。向井千秋さん、羊さん。はい。はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。コメントいただきました。うん、対談形式、面白いですか、うん、面白い。そうなんですね。羊さんはもういろいろありますね。それぐらい。でも、骨になっている状態なので、男女問わずすごく優しい人が多いです、ね。うんうん、まあ、そういうイメージがあるんだよね。はい、羊というのは、なんかすごく優しい。優しいイメージ。そうそうそう。無邪気で。でも、もこもこなんが大好き。あ、もこもこなんが、うん、そう、大好き。うん、であの男性は年を重ねれば重ねるほど女性化していくんです、うん、なのであそうそうあのミッツマングローブさんとか小栗旬さんも小栗旬さんも三河健一とか、うん、そういう方々もやっぱ羊さん、あでもなんか小栗旬もう世のため人のため、うん、小栗旬さんは20番の羊さんなんですけど、もう世のため人のためっていう人、うんうん、そうなんだ、うん、そういう人ですね。あと一つ残ってますね。あと一つ残ってます。最後宇宙人なんですね、はいはい、もう宇宙に帰ったっていうペガサスです、はいはい、羽が生えている、もうサラブレッドに羽が生えているっていう、うん、でこの、あのペガサスこそ日本の社会っていうのは全部潰していく、うん、もう羽をもぎ取るっていうタイプの人が多いんですよ、ペガサスが潰されちゃうってことですか、はい、潰されちゃうんですよ。だって普通の人と違うことをするので、なのであの義務教育一番嫌いなんですよ、ね、うん、だから義務教育離れた瞬間からもうワクワクする。特にペガサスさんは枠にはめたらダメなんですよ。枠にはめず枠からはみ出してワクワクさせるとすごくいい。でも天才なんですよ。キーワードですね、うん、枠にはめずにワクワクさせる天才。でもだいたい羽をねもぎ取られているお子さんとか旦那さんとか多い、うん、でもそれいいよね。もう 枠にねはめたらもうすごく落ち着くじゃないっていうか、うんうん、そうですそうです、もう息苦しいっていうか。そうですよね。逆に枠っていうのはあの、うん、ルールとかそういうのルールとか常識とかね、うん、常識って何っていう感じなんですよ ね、 すね。だからもうそういう悪いこと、人を傷つけたりとか、うん、警察に捕まるようなこと以外、うん、だったらあなたの好きなようにやりたいこと一回やってみっていうぐらい、うん、もう自由にしてくれる親御さんのもととか、うん、なので尊敬できる人の話しか聞かないんですよ、ペガサスさんは。なのでな、ね、自分の子供さんを羽もぎ取ってないかどうか、うん、もしもぎ取ってたらちゃんと探してくっつけてあげてください、うん、探して3人でくっつくんだろう、本当それぐらいしてあげてほしいっていうぐらい、そうなんだ。さっきその枠から外した方、うん、枠からこう枠に入れない方がいいのがペガサスだとすると、うんうんうん、枠に入れた方がいいお子さんいます？それはない、ね、そうですね、枠っていうのがその子の枠なんですよね、うん、なのでその子の個性の枠っていうものをちゃんと知ってあげて、うん、その範囲だったら、うん、もう自由にさせてあげてほしい、うんうん、どちらかというと、まあ、どれかというとライオンさんはエリートビジネスマンなので、うん、自分で枠を作るんですよ、うん、あ、それはね、うん、自分の枠を生き様、うん、なんていうの、そうそう、あるでしょ、ね、ありますよね、うん、そう、なのでそれ、ね、それがその親御さんの枠と違ったらおかしいって決めつけちゃわれるんですけど、みんなそれぞれ違うんですよね、みんなそれぞれ個性を持って生まれてきているので。じゃあ日本人はどっちの方が多いんだろうね。あのみんな全員違う目を持って生まれてきてるのに、なのに枠にはめたがるそういう日本の教育が多いんだよね。そうです、多いです、なので本当はみんな違うんですよ、みんな違うのに日本の教育とかやっぱり社会のルールっていうのがもう枠にはめちゃう、はめちゃうもんね。でもそれでは分かんない、それは大きな影響があるんだよね、ありますね、考え方とか。そうですよね、じゃあもうこうやって聞いてると、うん、その子育てにも活用できるし、はい、でそれから、社会人として、うん、その経営者が社員の教育にもできますね、にもこうあとチーム作りとかにも活用できますけど、うんうん、はい、これからどうやってこれをね活用していっていただくといいんでしょうね。本当私もいろいろセミナーとか講座させてもらってますけど、はい、もう子育てに悩むママいっぱいいるんですよ。そうですよね、私のお腹の中から生まれてきたのになんでわからないんだろうって
本当に人が多いと思います、ね、分からないですママのものではありませんってことですよ。それで分かんないからもう病院に連れて行って変な病名つけられて薬飲まされたりとかする子たちが多い、多いんですね。で成長の目を止められてしまうので、うん、そういう子育てしているママたちにどんどんこれを伝えていきたい、うん、同じ自分の子から生まれてきてるけど違うんだよっていうのを伝えていきたいのと、うん、で学校の先生にもねもうどんどん伝えていきたくて、もう私の夢は教員免許の一つにこの個性心理学の免許入れてほしい。ねえ、もうだって絶対大事だと思う ね、だって家庭の中以外だったらやっぱ先生どんな先生に出会うかなんですよね、うんうん、なのでその先生たちはやっぱりに伝えていきたいのと、うん、あとやせっかく親も先生もちゃんと育ててくれたのに今度社会に行って挫折する人もいっぱいいるじゃないですか、うん、本当にね憧れの職業に入ったのに潰されてしまう、うん、なので人材っていうのに3つ漢字がある、うん、で材料の材が普通の人材ですよね、うんうん、でもう一つ罪の罪があって、でもやっぱりどの企業さんも財産の財が欲しいじゃないですか、うんうん、そうですね、その人材、そっちの方の財、人材を育てるためにもこの個性心理学で、うん、ぜひ会社の上司の方とか、うん、あの育てる人たちっていうのに伝あのこれを伝えたいって思って、うん、もう日々日々、はい、努力しております。今どんな形でそういう、はい、まあ、あのそういう目標を、はい、目標を達成していくという、うん、どういう、まあ、セミナーは一つですね、そうですね、他の方法とかは、うん、他の方法はもう私一人ではやっぱり限りがあるので、うん、今同じ志を持つ、うん、あの講師の人たちを今私が今度、うん、あの育てていくというか作っていくっていうのが私の今の、ね、今年の役割。いや、あ、いいじゃん、もうね、そうなんです、ね、で同じことをこう、うん、同じ思いをするあの講師の人たちが、うん、たくさん増えれば増えるほど、うん、その人たちがまた増えるじゃないですか、うん、伝える人が、うん、絶対伝えていくのね、そうなんですよ、うん、で親たちもね、特にお母さんとか、うん、まあ子供の端をね、うん、端を引っ張る、ね、そうそう、親もいるでしょ、そうなんですよね、そう、だからそういう、うん、そういうあれではもう理解力をそうですね、まだまだね知らない人いっぱいいるので、ね、翼をもぎ取らないように、そうなんです、うん、そういうことをいっぱい伝えていきたい、もぎ取っちゃったらアロンアルファでつけましょう、はい、本当にね今からでも遅くないので、うん、どこからでもやり直しはできるので、うんうんうん、ね、それで目の前でもう伝えて変わっていった人がいっぱいそうですよね、うん、伝えていきたいです。なんかさっきの恋愛の話でも、うんうん、それこそ年上が好き、うん、なのに、うん、年下だけど、うん、でも精神年齢の動物が上だったとか、うん、そうそうそう、逆もありですよね。で婚活でも使えるんです、そうですよね、大人っぽい人がいるんだったらその精神年齢高い人、うん、そういうことなんですね、どんなに年下でもすごくしっかりしてる人いらっしゃる し、ね、そうそうそう、逆に年上でも自分よりもキャラクターが、うん、そうです、うん、若かったら年下っぽいってことなるほどね、うん、日本人は結構年齢を聞くんじゃないですか、そう年齢すぐ、うん、そうすぐ聞くでしょ、うん、でその基準で決めろという、そうですよね、もう、うん、もうパターンというか癖が多いんだけど、うん、ですよね、でもそこが間違いがあるんだよね、うん、そうですね、その精神年齢がもうバラバラで、そうですよね、そうそう、こんなに違うなんてね、そんなに違うんですよ、すごい、それはでも知ってやっぱり婚活も子育ても、うん、やっぱりしていただきたいですね、役立つと思います、すごくもう人と出会う限りは絶対、うん、人間って人の間って書くので、うん、その間の部分を取り持つのがもうこの個性心理学しかないと思っていますので、うん、なんか今すごい、うん、あの話題になってる、うん、田中マー君が帰ってきたじゃないですか、うん、アメリカから野球、はいはいはい、ね、日本に楽天で今年プレーされるんですけど、あのマー君ってその海外でも活躍し、もちろん日本でもね活躍したんですけど、うんうんうん、彼なんかはどういうそういう個性なんですかね。あのマー君はまたライオンさんなんですよ。おお、一緒なんだ。そうだからもうストイックに本当やるからには自分の枠っていうものをしっかり決めて、うん、その中を一生懸命この自分のルールっていう中でやっていくんですよね、うん、で本来はやっぱりこれから見ると海外が嬉しいのかなとは思うんですけど、うん、ただねこのあのみんなそれぞれ親って生まれた瞬間から自分の運気っていうのがもう決まるんですよ、うん、運気のバイオリズムっていうのが、うん、一般的に例えば一粒万倍日は宝くじ当たりやすいとかね、大安吉日とか書いてるじゃないですか、うん、でもそれ一般的なものでみんなそれぞれ宝くじ当たりやすい日っていうのもこれでわかるんですね、はい、その日に買いに行く、そうそう、でそれで見るとマー君がその楽天にこう、うん、決まった日っていうのが、うん、マー君はそまさにそういう日だった、あ、その日だったね、そう、転換っていう日で何か変わるっ
っていう日だったんですよ、ね、みんなその日が来るの分かってたらいいけどな、それが分かるんですよ実は。もうこれをちゃんと知って感じるんですか。全部あの見れるんです。見れるんです。なので自分の未来が先読みできるんですよ。なので先読みできるので、それまでの間に準備をしておける時間ができるっていう、まあ、常にね、その体制、準備体制というね、を整えて、来た日にはもうそのチャンスをつかむっていう、よくなんかの僕あの前の会社集めた時に、いつもその社長が一回言われたのは、あのチャンスの神様は前髪をつかむって、そう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 言われて、最初は分かんなかった、前髪ですかって言って、じゃあそういうのをね、あのもう常にもうその準備をして、もうチャンスが来た時に見逃すなんで、そうです、それも分かるんです。そうですよね。そうです。だからもう常にもうあの待ってるというか、もう準備があったらもう分かるんだよね、あチャンスが寄ってきたっていう、そうね、先に知ってるっていうことが大事、大事だよね。だったら個性心理学をやっぱり皆さん本当にね、たくさんの方に ね知ってほしいなと思いますね。何かエミさんから告知っていうのはありますか。はい、でまあ今日ね1時間の間でお話しさせてもらうので、なかなかあの全部お話しできないんですけど、ミニ講座みたいなのをしょっちゅうやってます、で本来はこれ全部知ろうと思った8時間講座っていうのがあるんです。8時間、今日1時間ですけどね、もうずっと喋りっぱなしで伝えていくっていうのがあるんですけど、そこまでではなくっても、あの2時間で、入門編っていうのを私もう毎月必ずさせてもらってます。どちらで、うちの結婚式、私ね実は結婚式場を経営していて大阪の福島区で、そうですね、最初にお伝えいただきました、そこにします。で、どちらですね、一番近いので25日かな、これが堂島リバーフォーラムの私の式場でですね、10時から、しますの です、ここである程度もうあの皆さんにの個性とか、その辺を全部お伝えする時間になります。なんか生徒さんの指導にね困っていらっしゃる、例えば先生とか、どうしてこの子こう言ったらいいのにとかね、そういったことも含めて、あのお伝えできますもんね。そうですね。でまあこの講座だけでなくて、あの随時もう毎日カウンセリングとかもさせてもらってるので、1時間半のカウンセリングで全てのそのカルテ付きで、英語ではあのまあ古い英語だけどね、みんな知ってるんだけど、Know thyself、自分をね己を知ろうという言葉があるのよね。そう、己を知る、する、ね、知ることによって本当に自分の能力とか才能とかを、もう分かって発揮できるっていう、だからそういうあの個性心理学は、まさしくそういうことがあるんですよね。そうです。自分のもう強いところとか弱いところはどういうふうに直すかとか、だからすごく大事なことだと思う、ね、そうなんです、すごくね本当伝えたくて、たくさんの人に伝えたいので、なんかまだまだちょっと聞き足りないから、またね、そうだよね、お願いしたいです。またね、はい、またぜひ、また来ます。またね、第2弾ね、行きたいね、そうね、第2弾ね、お願いしたいと思うんですけどね、結婚式場の何か、結婚式場のこんな、結婚式したくない人がしたくなるような、そのキャッチフレーズすごいですね、結婚式って全部意味があるので、その意味を知らずにやっぱりしてる方いっぱいいらっしゃるので、あのその意味をしっかりとお伝えして、それなら結婚式したくなったっていう言っていただいて、結婚式してよかったって言ってもらえる式場を、福島区のあの堂島川沿いで、景色もねとってもいい場所で、私も伺ったことあるんですけれど、これ衣装も全部ついて9万8000円で、結婚式できますんで、すごいです。もう衣装も全部ついてるんですか。全部ついてます。ヘアメイクも全部ついて、写真も全部、プロのカメラマンの写真も全部ついてます。あ、じゃあ、ね、もうちょっと詳しい情報を知りたい方は電話で連絡するんですか。はい、あ、どうしたらいいですか。どう、あ、どうしたらいいですか。この、この、YouTube で、この後、あの、番組、また、アーカイブで、見れるんですが、そちらの方に連絡先アップさせていただくので、そちらの方ご覧くださいね。はい。お願いします。ということですね。はい。お時間も近づいてきました。早いです。次回、来月は3月5日金曜日。ゲストはですね、キャリアコンサルタントの長野明子さんです。女性が活躍する世界へということで、3月8日は国際女性デーなんですね。で、これからの女性の生き方、働き方を考える国際女性デー直前に皆様で考えたいと思っています。はい、国際女性デーね、もうすぐなんですが、女性が活躍する世界ね、あの皆さんで考えていきたいんですけど、その個性心理学的に、その女性がこう
活躍できるキャラクターとかってあるんですか？どのキャラクターも活躍できると思いますっていうのが、うん、もう自分の個性を知ったら、うん、みんなキラキラするんですよ。そうだね、はい、男性も女性も、うん、もうみんなキラキラするんです。知らないと、そう、それはみんな知らないままでね、みんな生きてるんだよね。そうなんです、うん、そうなんです。だからで、もう一つは自分の自分を知るというよりも自分の弱点をばっかり見る人もいるんだね。そうなんです、素晴らしいものもいっぱいあるのに、そうなんですよ。一つ二つの弱点にそれそこに特化しちゃう。そうなんです。集中して、もう生まれてきただけで素晴らしいって思ってほしいので、うん、そうですよね、必ず人は幸せになるために生まれてきてるので、ね、幸せになるために生まれてきたのはもうチャンスですよね。はい、そうですよね、はい。そのヒントが個性心理学に隠されています。素晴らしいお話でした。はい、ありがとうございます。はい、それでは皆様素敵な週末をお過ごしください。うん、はい、それでは、はい、ありがとうございました。あれ